エンタブラチュアの構造。上から、コーニス、フリーズ、アーキトレーブ。エンタブラチュアとは、中東の上部へ水平に構築される部分で、モールディングや、帯状装飾で飾られる。エンタブラチュアは古代建築の重要な要素であり、一般的には、アーキトレーブ、フリーズ、コーニスの部分に分かれる。アーキトレーブは、円柱と、円柱や角柱。 壁との間に渡されたすぐ上の部分であり、フリーズとは装飾される場合もされない場合もある、細長い部分、コーニスとは、破風の元に張り出した部分である。エンタブラチュアの構造は、ドーリア式、イオニア式、コリント式の3つの古典的オーダーに分かれる。それぞれ、アーキトレイブ、フリーズ、コーニス部分は、オーダーの柱部分の割合により定義される。 ローマやルネサンスの様式では、通常は柱の高さの約4分の1となるが、これに合致しない派生タイプも生じている。ドーリア式オーダーのエンタブラチュアイオニア式オーダー。1、エンタブラチュア。2、コラム。3、コーニス。4、フリーズ。5、アーキトレーブ。6、中東。7、柱体らだ。8、石杖板。9、ステュロバテス。 10、ステレオベート純粋な古典ドーリア式エンタブラチュアは、簡素なものである。最下部の体状部分であるアーキトレーブは、下から上の順に、グッタエ、レギュリー、タイニアに分かれる。フリーズ部分は、トリグリフが、特徴的である。トリグリフとは垂直方向に取り付けられた、飾り板状の部分で、トリグリフと、トリグリフの間の部分は、メトープと呼ばれる。メトープは、 装飾される場合もあれば何ら装飾のない場合もある。トリグリフは水平方向に平たく突出したタエニアの上に位置し、アーキトレーブの最上部にあってグッタエと呼ばれる雫状の装飾に接している。トリグリフの最上部はコーニスの出っ張りに接している。この出っ張りの下部はミューチュルで装飾されているが、これはグッタエで仕上げられていることの多い。 飾り板状の部分である。コーニスは、軒下端、コロナ、カンムリクリ型に分かれる。軒下端の下側は、何の装飾もなく露出したままである。コロナと、カンムリクリ型が、コーニスの主要な要素となる。イオニア式オーダーの場合、アーキトレーブに膜面が加わるが、膜面とは水平方向に張り出した、平らな部分を言う。コーニスの下の葉飾りは、 刃のような形状をしたモールディング部分を言う。コリント式オーダーのエンタブラチュアコリント式オーダーには、かなり華やかな装飾が施される。下から上サイマレベルサ、刃飾り、オブロ、モディリオン、ファッシア、サイマレクタの部分に分かれる。モディリオンとは装飾された腕着のことで、刃飾り同様の目的で使用され、しばしばアカンサスの刃の装飾を施される。 フリーズは省略されることもある。その例として、エレクテオンの女人造中のポルチコが挙げられる。フリーズは、リュキアの墓所でも見当たらない。リュキアの墓所は、初期ヨニアの材木構造様式を岩石で模倣した、ものである。エンタブラチュアは、基本的には、現初のマグサ、つまり柱と柱に掛け渡されて、屋根たる木を支える横木が発達したものである。エンタブラチュアが、 古典様式のコラムと同時に構築されている例は古典建築以外では稀である。エンタブラチュアはコラムのない壁部分の上部を完成させるために使用されることもある。ピラスターや独立していたり埋め込まれていたりする柱の場合はエンタブラチュアはそれらの周りに施されることもある。コラムと関わらないエンタブラチュアの使用はルネサンスキー以後に見られる。ありがとうございます。